お前がマサトだな。お、鬼？なんで、また？お前から財産を奪ったやつじゃない。安心しろ。以前、お前とは連絡を取ったことがある。お前の協力が必要なんだ。ごめん。まだ恐怖心が拭えてないんだ。そう。貨物を運搬しているときに、流浪武士の一味に襲われたことについて聞きたいんだよね。こういったことは過去にも何度かあったんだけど、モラを渡せば見逃してくれてた。そうすれば少なくとも貨物を奪われずに済んだからね。でも今回は交渉の余地すらなかった。貨物を奪われた上に僕のことを始末しようとしてきたんだ。ひどい連中だな。ああ、僕はとっさに土下座して命だけは見逃してくれと言った。家族には年寄りと子供がいる。どうしても命だけは見逃してほしかったんだ。そして僕は連中の中に鬼族が一人いることに気づいた。最初はそいつに殴られるのかと思ったんだけど、彼は仲間を止めて僕を逃がそうとしてくれたんだ。ああ、確かに揉めているようだった。彼の仲間は僕を逃がせば復讐に来る恐れがあると思ったらしい。でもその鬼族の青年はやはり僕を傷つけてはいけないと主張した。そのせいで殴り合いに発展しそうにもなってたよ。幸い結局奴らは僕を逃がしてくれた。そしてやっとのことで安全な場所まで逃げてきたんだ。ああ、もう一歩もここを離れたくないよ。物を奪うだけで危害は加えない。まだ一線は越えてねえようだな。なぜそんなことをしているのか、そいつは言ってたか。どうせ金目当てだろ。他に何があるって言うんだ。具体的なことはよくわからないけど、ただ奴らはこう言ってた。物には価値があるが人の命はゴミだとか。ち、バカ野郎が。で、そいつらはそれからどこ行った？そこまではわからないけど、ただ今後もタタラスナで行動するとか。まさか奴らを追うつもりじゃないよな。やめた方がいい。相手は大人数だし武器も持ってる。問題ない。ただの雑魚だろ。それにそいつらには聞きたいことがたんまりあるしな。この2つの島で活動してるってんなら、ナズチの浜で待ってれば必ず遭遇するだろう。やっぱり危険すぎるからやめた方がいい。物を失っただけで命の助かった僕は十分運がいいんだ。